城の中をかなり荒らし回ってくれたようだね。俺はお前と話がしたいからこの城に入れてあげたのに。どう？気に入ってくれたかな？この城は最強の要塞なんだ。世界征服だって簡単さ。ここは眺めもいいし、ほんと最高だろ。何言ってんだよ！みんな困ってるんだぞ！もうやめるんだ！お前こそ俺を妨害するのはやめて仲間になれよ。ヒロキみたいにさ。嫌だ！お前なんかに操られるもんか！それはどうかな。俺は超能力が使えるんだ。お前がいくら嫌だと言っても、俺の力を持ってすればお前を自由に操ることなんか簡単なんだぜ。こんな風にな。苦しいか。諦めて俺の仲間になれ。さもないとこの苦しみがずっと続くぞ。スペクターはいずれまた悪さをしに戻ってくるじゃろう。博士、僕スペクターを探しに行くよ。
しかし、まだ捕まっておらん残りの猿たちを放っておくわけにはいかん。君はまず、もう一度タイムマシンで他の猿たちを捕まえるんじゃ。その間に、わしはスペクターの居場所を突き止める。スペクターを追うのはその後じゃ。タケル、新しいガチャメカが完成したわよ。伸び縮みするマジックパンチじゃ。転送するからトレーニングスペースで試してみてくれ。トレーニングをクリアせんと次のステージには進めんぞ。それでは頑張ってくれ。居場所が分かったぞ。今そこに通じる入り口を設定したので、ステージセレクトから選択できるようになったはずじゃ。早速行ってきてくれ。来たな、カケル。お前って本当にしつこいやつだな。当たり前さ。まだ世界征服とか考えてるんだろう。いい加減にしろよ。それよりカケル、お前に聞きたいことがある。なんだよ急に。お前結構強いのに、なんでその力を他に使おうとしないんだ。僕は今のままで楽しいもん。それにお前みたいなことしたらみんな困るだろ。ち、ガキだなお前。お前が聞いたんじゃないか。ギャーギャーうるさいやつだな。まだ聞きたいことが一つあるんだ。もうなんだよさっきから。飼育係のおじさんはどうしてる。え、飼育係のおじさんって遊園地の。ああ。スペクター、ひょっとして本当は遊園地に帰りたいんじゃないの。おじさんだって謝ったらきっと許してくれると思うよ。バカ言え。言っただろ、誰があんなほのぼのしたところ。第一、なんで俺が謝らなくちゃならないんだ。俺は強力な力を手に入れたんだぞ。この力を使えば何でも自分の思った通りになるんだぜ。そんな力なんか意味ないよ。お前はピポヘルに操られてるんだ。そんなもの捨てろよスペクター。そして遊園地に帰ろう。うるさい。この力の凄さは今お前を倒して証明してやる。もし僕が勝ったらヘルメットを捨てるか。俺が負けるわけないだろう。よし、約束だぞスペクター。行く。